子供の頃住んでたところはですね、分譲住宅、30軒ぐらい立ち並んだ分譲住宅の一角が、うちの家だったんですね。で、遊びっていうのは、その30軒ぐらい立ち並んだ区画の中だけに、やっぱり縛られちゃうわけですね。まあ、鬼ごっこをしたりとかですね、かくれんぼをしたりとか、缶蹴りをしたりとかですね。で、幼稚園の私が年長くらいの時に、ちょっとこの区画だけじゃなくて、外の世界が見たいなと思って、冒険しようと思って、年下の子をですね、こう、10人くらい集めて、まあ、外の世界に行ってみよう、冒険だと思って、ワクワクしながら行ったんですよ。で、まあ、ある子はですね、まあ、歩いてくる子もいたし、まあ、三輪車でこう来る子もいたし、で、ここ車の形したですね、こう漕ぐやつがあるんですけど、そういうのに乗ってきてですね、まあ、冒険の旅が始まったわけですね。で、100メートルぐらい行って、いや、楽しいなと思って、で、200メートルぐらい行って、いや、こんな、見たことない世界があるんだみたいな感じでこう行ったんですね。で、300メートルか400メートルぐらい行ったところで、一人の子が足が痛いって言って、ちょっと泣き出しちゃったんですよね。そしたらみんな釣られて、おいおい泣き出しちゃって、いやー、参ったなと思って、もっと先に行きたかったんだけど、いやー、まあ、しょうがないな、これ戻るしかないなと思って、で、家の方向にまたこう引き返すことになったんですね。で、まあ、だんだんこう家が近づいてくるわけですね。そうすると、お母さんたちが10人くらいなんかこう集まってて、なんかただならぬこう雰囲気になったんですよね。で、一人のお母さんがこっちを見つけたみたいで、それでダーってみんなこうお母さん方が走ってきて、みんな泣きながらこう走ってきて、我が子をギューってこう抱きしめて、みんな泣いてるわけですよ。いや、なんかこれもしかしたらえらいことになっちゃったみたいな感じだったんですけれども、まあ、要は突然その子供たちがいなくなったもんだから、もう近所中大騒ぎになってしまったわけですね。これはちょっと子供心にやばいことになったなと思って、これはちょっとかなり怒られるに違うかなと思って。で、私の母はそこにいなかったんですけど、家帰って、で、あ、怒られるのかなと思ったら、もう全然、あ、お帰りみたいな感じで、何の慣れもなくてですね、まあ、それから全然怒られることもなく、ずっとうちの母親はこれ、寛大だったんだなと思ったんですけれども、多分ただ何て言うの、天然で、そのこと自体も聞いてなかったのかなっていう、感じがしました。今思うとそんな感じですね。はい、以上です。ありがとうございます。